問題です。戦艦、金剛型、春菜を5回続けて言ってください。何これ?戦艦金剛型春菜、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 戦艦金剛型春菜。あ、言うんですか。では、この人は誰でしょう?針戦艦金剛春菜。ブブー、外れです。シュレックじゃねえよ!今の何だったんですか?さあ、何だったんでしょうね。ノリノリだったじゃないですか。というか、私の出番ってこれだけ?さて、本編に入りましょうか。頭を前までしないでよ。そうですね。もう子供じゃないって言ってるでしょ?前回の続きで収録しております。ということで、今回は戦闘会です。前回1の1をクリアしましたので、今回は1の2へ行きます。ガチ初めてなので、若干緊張してるみたいです。暁、水雷戦隊、出撃します。さあ、前回の勢いのまま、ストレートでボスのところへ連れて行ってください。そう、何度もうまくはいきませんよ。助けるわ。これが、羅針盤の力、ですか。まあ、これも運ですから、仕方ないですよ。攻撃するからね。いけー!そんな攻撃当たんないわよ。砲雷撃戦、よーい!なのです。それにしても、相変わらずの火力というか戦力ですね。極力積まないようにレベリング頑張りましたので、これくらい倒せなかったら時間かけた意味ないです。戦争には勝ちたいけど、命は助けたいって、おかしいですか?みゆきだよ!よろしくな!稲妻ちゃんが MVP 取って出たカンムスがみゆきとは。あれ、進撃ってどういうことですか?ん?何が?え、だって、さっき、下のルートに入ったじゃないですか。え、そうでしたっけ?私の記憶にはございません。攻撃するからね。これは、本格的に、材料ではなく、解体作業に入る必要がありそうです、ね。なのです!ゆかりさん、そんな怖い冗談言わないでください。って、苦まじなんですけど。攻撃無駄だね。いやいけーてー攻撃するからね。雷撃の集中砲火とは恐ろしいですね。1の2も、特に問題なく突破できましたね。被害は消波が稲妻ちゃんだけ、あとはかすりダメージ程度ですね。どう考えても、暁が一番ってことよね。まだまだ順調ですね。イカズチよ、雷じゃないわ。そこんとこもよろしく頼むわね。はい、ということで、1の3が開きました。艦隊が帰ってきたんだって。今日はここまでなんですか?いや、それはさすがに短すぎなので、勢いそのままで1の3に行きますよ。ちょっと少しここで作業に入りますので、カットしつつ雑談を少し挟みたいと思います。ちょっと直してくるのです。何か話題があるんですか?戦艦の春菜さんのことなんですが、レベリングには主に演習を使っていたのですが、それではちょっと進行が遅かったので、レベル15あたりから1の1でのレベリングを行ったのですが、何が起こったと思います?また、漠然とした質問ですね。何か問題でもあったのですか?ただのレベリングですよね。はい、それが、改造する直前に気づいたのですが、燃料と弾薬が3000ほど消失していました。お疲れ様です。まさか、そんな、駆逐艦と軽巡洋艦ばかりをレベリングしていたので、燃料と弾薬消費の感覚が麻痺していたのかもしれないですね。それにしても、なんで、改造直前まで気づかなかったんですか ?1 の1を回すことだけに集中していたので、右上を確認するのをおろそかにしていました。ちなみに、豆知識ですが、1の1レベリングを35分ほど休みなしでフルで回せば5000くらい経験値稼げます。そんな知識どこで役に立つんですか普通の提督さんなら、演習や3の2などでレベリングするんじゃないんですか私だって演習くらい使いますよ。じゃなきゃ、本当に苦労ですよ。ウプ主も人間ですもんね。では、
ちょうどいいところまでカットします。とりあえず、修理は終わりましたね。早速出撃したいところですが、鈴風ちゃんが少々お疲れ気味ですので、メンバーを少し考えたいと思います。さて、どうしましょうか。練習組の方から誰か持ってきたらどうですか。ちょうど即戦力もいるわけですし。そうですね。では、個人的にも割と好みで、なんで陰性組にいるのかわからない朝潮ちゃんを入れたいと思います。出ます。ただ手違いで入っていただけで、主力候補の一人だったんですよね。この子も可愛いですよね。そうですね。なんとなくですが、委員長キャラが似合いそうな印象です。では、出撃して本日も終わりにしましょうか。雷装の数字だけ、毎回すごいですね。暁の出番ね。見てなさい。そこが敵感の強みです。レベルが上がれば回避も高くなり当たらなければなんとやらですね。そして、さらっと上ルートに行きましたか。下はボスへ行けないどころか、渦潮もあるという、泣きっ面に蜂という外れルートなので、まずは良しとしましょう。ここでちょっと陣形を試してみたいと思います。できればダメージを回避したいので、この場合選択肢は服従陣か、単王陣の二つですね。ただ、ウィキを見るとわかる通り、どちらも防御面では優れているそうなのですが、その補正に関してはまだまだ曖昧な点も多いので、ここは好みで一応走行が上がるらしい服従陣で行きたいと思います。回避が大きく上がると言われている単王陣も魅力ですが、一部で走行が下がるとも言われており、ね、当たってしまったら大変なので、ここは防御に徹したいと思います。無駄妙に火力も上げてくれるみたいですし、安定してる気がします。そんな攻撃当たんないわよ。いやぁ攻撃よ攻撃なのです。左軍、敵艦発見。まあ結局よくわからないですけどね。運によるところもありますし。ポケモンでは、催眠術は、命中の割に結構当ててくる気がしますし、逆に嫌いじゃない、命中90でも外すことが当たり前のような技もあります。ながら型軽巡、4番艦のユレです。どうぞ、よろしくお願いいたします。ウプ主の場合は、ワロポンと言われるハイドロポンプは割と当てるのに、同じ命中80のストーンエッジが当たらないことに非常にお怒りのようです。まさか一発で行ってしまうとは、これは、作業が楽で嬉しいです。だというのに、相手が使うとなぜか当ててくるんですよ。特に催眠術とか、すごい勢いで当たるんです。こっちの技は当たらないのに。いつまで、ポケモンの話をしてるんですか。ほら1の3のボスとの戦闘ですよ。というか戦艦が相手ですよ。ただ自慢があるとすれば、ウプ主のギバコイルはジュエル電磁砲持ちの最大火力が売りってことでして。解放しますよ。あ、はい、すみません。真面目にカンコレやりますから、その斧とかハンマーとかしまってください。攻撃よ攻撃攻撃するからね。さて、やりますか。そんな攻撃当たんないわよ。なのです。よし、突撃する。高雷撃戦、よーい。いやさすがの戦艦も雷撃の雨あられには勝てませんでしたか。むしろ、あれだけ集中砲火をもらって沈まなかったら恐ろしいです。どう考えても、暁が一番ってことよね。艦隊が帰ってきたんだって。ということで、今回はここまでとさせていただきます。司令官、ご機嫌ようです。見てくださった方、ありがとうございます。なので、前回は、せいぜい10再生10個目いけばいいなと本気で思っていたところに、あの再生数と米数で非常に驚きました。米数では、目標の25倍以上、再生数に至っては、350倍以上ということで、仕事中も、どこか浮かれてる感じがして、気持ち悪いです。ちょっとゆかりさん、そういうことは言ってはダメですよ。おや、突然編成画面にして、どうかしたんですか？いやね、
ちょっと艦隊名をいじろうかなって思いまして、ずっと安全第一だったものですから。とりあえず、第六駆逐隊の4名はこのまま固定ですので、新生第六駆逐隊ということで、新をつけたいと思います。そもそもなんで安全第一だったのですか？特に理由も何もないですが、強いて言うなら合金なしでみんな生きて帰ろう精神のもとで浮かんだのが安全第一だったんじゃないんですかね。明らかな後付け設定ですけどね。では、最後に、恒例の赤月ちゃんなでなでタイムで締めくくりたいと思います。ありがとうございました。ではでは。